どうも、吉本プラモデル部 V 森です。いやー、風呂上がりなんですけど、風呂上がりとか関係ねえや。今日はですね、前回炭入れというやつをやったんですけど、どうにもね、やっぱね、納得いかない。なんかね、誰かに習えばいいと思って、まさかの桜井総統に会いまして、桜井総統に習うということをやりましてですね、習ったんですが、結構前に習っちゃったんですよ。もうちょっとすっかりどうやるのかいまいち覚えてないんですよね。もうその場ですぐやればよかったんだけど、覚えてないんで、まあ、とりあえずなんかね、やってたら合ってるとかなんとか言ってたんで、とりあえずやるのをダイナミックに今回やってみようかなと思っております。で、ダイナミックっていうか、まあ、やりたいようにやると。ということで今回ですね、こいつに、ジェン、ズゴックですね。こいつに炭入れをするといいんじゃないかと思うんですけど、どこに入れんの？これ。これ。だからどこに入れんのとかいうの、決まりとかは別にないわけだから。ちょっといろいろこうバッと炭入れしていって、仕上げていこうと思います。それではどうぞ。それではですね、このズゴックにですね、なんかね、もうやりたいようにやっていきますよ。これはね、もうなんだろう、どこ入れるとかじゃないよね。とりあえず入れたいとこにこうバッとやってみる。したら垂れ流ししていくわけだから、とにかくなんかね、入れまくって、なんていうの、入れまくって取りまくればいいって思うんだよね。このなんかね、ここの丸の周りイメージ通りよ。なんかこうピアノできて、ここにやるつもりなかったのよ。なんかそのね、このラインに沿ってやろうとしたら、でもね、これはね、消せばいい。なんか違うな。なんか違うな。あ、ここだ、ラインがあるじゃん。こういうラインにこう、沿ってやんないと。で、ここの足にこう、ピーンってやりたいんですよ。これあれだよね、なんか塗るやつで、筆塗りのよくなんか瀬名介さんだけたまに見るんですけど、動画すごいじゃないですか。これってでもなんか気に入らんなと思ったとこあったら、塗った後取れるのかな、このエナメルなんとかみたいなのをやれば。そういうわけじゃないのかね。でも足の裏すげえ、足の裏ラインばっかある。足の裏入れたいな。足の裏入れよう。え、待って、足の裏マジ意味ないかも。乾かします。ちょっとすいません、今ここまで綺麗に撮っちゃったんですけど、なんかそれを撮る工程を間違えてタイムラプスでやってたから、よくわからん、すごい短い早送りが送られています。ちょっと意味わかんないですけど、でもなんかちょっとこれ見たんですけど、これなんかさっき真っ暗やったより、なんかちょっと渋くなってないですか。なんかちょっとこんがりみたいな。これはこれでいいのかな。ちょっと待ってね。なんかもうこれダメだ。なんか一回なんかこのちょっと思い通りいってる。でもね、ダメな作品なんかね、多分ないのよ。これがさ、なんかこう、なんかちょっと使い古した感出てません？なんかこう。これもある意味炭入れなのかな。でもこれをね、こう、なんかこのラインとかいうやつじゃないとこに塗ってると、結局こう黒く滲むのよね。でもこの滲むのも味なのかな。これは滲むのも味ということにしましょう。どうですか。結構味が出てきたんじゃないでしょうか。ほれね、こいつは濃すぎるか。でもこっちが濃くてこっちが薄いみたいなのも味なのかな。でもここら辺ちょっと汚れてるみたいな、それもいいのかな。でもなんかちょっとかっこいい気がするな。ということでですね、いかがでしょう。前回のボールとはちょっと違いますけど、もう桜井総統に習っ
ったことは、あの半乾きで、あの押せみたいな、押せ、取れみたいなやつを、習ったのを覚えてるんですよ。なんで、こっから、またちょっとスミレっぽやっていきますけど、ちょっとね、なんかね、まあでもね、俺はね、好きな味になったんですけどね、なんか戦った後のズボックみたいな、突っ込んだ後みたいな、なので戦いの風景をちょっと雰囲気出しますんで、やっぱあれですよね、ズボックって言ったら、なんかそのジムズエーみたいにやるじゃないですか、貫くみたいな。なんでやっぱこれもあの貫くを僕はやってみたかったんで、ただジムとかやってそんな高度なことできないんで、一回だから貫くもの、貫くものもちゃんと作っていこうということでございまして、もう恒例になりました、僕と言ったらっていうやつ、一回これで作ります。でね、私ね、分かったんですよ。でね、こいつにも炭入れしてやろうと思って、岩を作りたいわけよ。で、もう言っちゃったけど、ああ、言わん方がよかったな。ああ、言う。こうするとなんか岩砕いてるみたいな感じになるでしょ。で、ここにバリってやってれば。よし。一回ちょっとこれで、やってみますね。スーっていく。ツーっていくっていうか、なんか、にじんだ。ツーじゃない、こう、もやってにじむ。イメージと違う。ああ、もうイメージと違う。なんかもうバリバリってなる。ちょっと待って。なんかイメージと違う、これじゃ。なんかじゃあ、自分でツーってさせます。ツー、ツー、ツー、ツー。一応どうでしょう。いや、こう、まあ、でも砕けてるように見えますね。見えます。岩が砕けたバツンみたいな感じの、ガッチリ背景使って、多分、うまいこと編集でなるでしょう。それでは、どうぞ。いや、ということで、かっこよかったっすね。いやてか今回、わかりました。粘土には炭チューンっていかないんだね。ツーって、ツーっていうツーを作ればいいんだ。ちょっと待ってください。一応こう、補正綿棒でこうツーを作ったんで、これでチューっていくのかもしれない。ちょっと待ってよ。より深くに染みるだけでした。さあ、ということでございまして、ちょっと炭入れ自体はなんかちょっとすっごいなんかぐちゃぐちゃってなんか汚れてるなって感じになりましたけど、なんか使い込んだズゴック感が出てます。とりあえず今私楽しんでおります。吉本プラモデル部部員森木でした。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。